ブス。小川と前この実験の夜で世界観と雰囲気をむちゃくちゃ作って普通の会話をするっていうのをやったんですよね、はい、それがすごい楽しかったんでもう一回やってみようかなと思って。本当に見方わかんないかもしれないです。何なんこれと思うかもしれないですけどとにかく世界観と雰囲気を作った上で普通の会話をしてみるっていう。元気だった？元気だったよ。嬉しい。風邪とかひいてない？最近寒いから。確かに寒くはなってきたが風邪はひいていない。よかった。お腹が空かないか？すごく空いた。何が食べたい？焼肉。焼肉は美味しいもんな。どうしてタンはあんなにも美味しいの？ネギをつけるとさらに美味しいと思わないか？そう。上塩タン大好き。レモンをつけて食べるのか？そうね、生のレモンがいいわね。なるほど。よくある容器にレモン汁がすでに入っているやつではなく、カットしたレモンをタンにつけて食べたいということか？そう。それは美味しそうだ。タンの後は？うん。せーので言いましょう。せーの、ハラミ。ハラミだけは割と多めに食べられる。でも知ってる？よく焼いた方がいいって。でも最初からタレについているハラミなどの場合、焼けているのかどうかわからなくて不安になるときない？ある。そういうときはどうしたらいい？店員さんにお願いする。これ焼けてますか？なるほど、その手があったか、ええ、カルビはまだ食べられるか？もちろんよ。あなたは食べられる？かつてはカルビをいっぱい食べることができた。だけど最近ではもう以前のようにカルビばかりを食べることはできない。年齢的な問題だ。私はまだカルビを食べられる。ご飯と一緒に食べたりするのか？ええ、もちろんよ。だってとってもご飯に合うから。なるほどな。締めは何がいい？わかるぞ。一緒に言うか。ええ。せーの、レーミン。ちょっと待ってる。ご飯と一緒にカルビを食べるわけだよな。そうよ。その締めでもう一度クッパでいいの？ご飯になるか、それは問題ないの？好きにさせて。まあ他者が介入するところではないか。ああ、お腹が空いた。俺も空いたね。美味しい焼肉屋さんないかしら？どうやって探せばいい？スマートフォン。なるほど。スマホで近くの焼肉屋を探すか。そうよ、渋谷スペース焼肉。なるほど。何件か回答するか、そこからどうやって決めていく？そうね、高評価のところがいいんじゃないか。なるほど。他の人が美味しいと思ってるっていうことは
そのお店は美味しい可能性がかなり高まると。そういうこと。でも美味しい店だと混んでいる可能性があるぞ。そうね。そしたらこういうのはどうかしら。電話をするの。前もってか。ええ、今から二人行きますか。名前を伝えとくのか事前に。ええ、小川です。15分後に2名。なるほど。行けたら行けばいいし、無理だったらまた別の店を探せばいいということか。そういうことよ。なるほど。じゃあ行こう。ええ、まずは探して。小川です。2名です。なるほど。うずず楽しかった。なんやろな、これ。はい、なんなんですかね。普通のこと言うてるだけなんですけどね。すごい楽しいんですね。なんか楽しいですね。ここでさらに他にいるんで、ゲストがそのみんなも含めて登場してもらいましょう。どうぞ。満足やわ、できて俺は。いや、すごい、これ特技ですよね、松田さん、多分。いやいや、そんなことないですけど。じゃあ、みんなでやってみる。確かに。カツラだけもう一回もらう。ずるいですね。確かに、あれ似合ってる。みんな、なんか探してきて、入ってきてもいいけどな。世界観で。俺と小川でさっきやっとくから。あります、そうです。そこに入ってきて。おはよう。今日とってもいい天気で気分がいい。いい天気だとなんか気持ちがいい。どこかに出かけたくなるよね。わかる。どこに出かけたくなる。公園。公園のいいところは遊び道具がいろいろあるところだ。そう。例えばブランコ。ジャングルジムもある。滑り台もあるな。砂場だって遅くなったね。おはよう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 。今日はどこから来たの。自宅。どうやって来たの。電車さ。電車を乗り換えてきたんじゃないか。そうさ、新宿で乗り換えたのさ。駅からはどうやって来た。駅からは徒歩で来たのさ。なるほど。人は多かった。渋谷駅人は多かったよ。遅れた、ごめん。おはよう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 。今日は天気がいいな。確かに雨が続くと嫌だもんね。雨が続くと洗濯ができないからな。濡れるじゃん。晴れてたら洗濯はできるんだよ。洗濯物を干せるからね、うん、そういうこと。なんだかみんなでどっか行きたい気分。うん、いいね。そういったらいいな。おはよう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 。なんだか出かけるって話を聞いてね。うん、どこに出かけたい。遠いところ。うん、いいね。いいね。何で。あー、でもこの人数だったら車は難しいか。カーシェアリングがあるよ。あれ便利だよ。え、運転はできるの。おい、え、俺は免許を持っていないから。免許を持っている人に
憧れがある。どうした？今10時56分だ。え？何時まで？11時まで。よし、じゃあどこか行こう。そうしよう。そうしよう。そうしましょう。みんな行きたいところは？ハワイ。いいね。屋久島。神戸。鎌倉。奥多摩。沖縄。バラバラだ。決まらないね。以上です。ありがとうございました。すげえ。すげえな、これ。あれ気持ちいいな。一番あかん劇団やん。マジで。いや、このクオリティすごい。でも4人のちょうどいいダメさ。4人とも出てきた時の歓迎されてない感じ。なんか。全然展開していかへんねやろな、どうせっていう。だってないんだもん、みんな一瞬めっちゃ必死でして必死でもうどうするみたいな、もうなんかそう裏での苦心が見えてなんかないなんかないみたいな。この水も段ボールに入ってたんですけど段ボールに泣いてなかった、恥ずかしかった。いやありがとう、付き合ってもらって。